ラジオイジです、えー。今日から YouTube のね、規約が変更されました。で、えっと、こっちのサブチャンネルでね、今メインチャンネル、投資チャンネルみたいになっちゃった、なっちゃったっていうか <laughs>、なってるんで、えー、っと、こっちのサブチャンネルの方でね、この YouTube に関する出来事とかを追っていきたいと思っておりますけれども、えっと、メールが来ておりましてね、えー、今日から、 え、規約が変更されましたということでね、こんな感じで、えー、9月にお知らせしたように、え、YouTube では、YouTube における子供とそのプライバシーの保護を強化するために、とともに、米国連邦取引委員会、The U.S. Federal Trade Commission, FTC が提起した懸念に対応する目的で、いくつかの変更を加えました。 具体的にはコンテンツが子供向けに制作されたものかどうかを YouTube Studio で、えっと、申告することが全てのクリエイターに義務付けられます。これ過去のもそうなのかなぁと思うんですけどね。どうもそうらしいんで、僕なんか先動画とかあるので、えー、全部チェックしていかなくちゃいけないんでね。これはまあちょっとうちのラジオばさんにね、お願いしようと思っておりますけれどもね。えー、で、えー、これはだからやっていかなきゃいけないと。チェックをね。 多分過去のもそうだと思うんだよね。えー、で、え、またユーザーの年齢に関かかわらず子供向けに設定された動画を視聴しているすべてのユーザーについてのデータを子供から得たデータとして扱うことになると。で、要するにここですよね。本日より子供向けに設定されたコンテンツにはパーソナライズと広告が表示されないっていうことでね。要するに、えー、人、 だから、例えばね、あの、僕が YouTube 見てる時ときと、うちの妻のラジオパさんが YouTube 見てるときって、同じ動画でも全然再生される高校が違うんだよね。うちの、僕の場合は、えっと、圧倒的に多いのは、僕は YouTube 見てて圧倒的に多いのは、人間の本質はものを考えることによるっていうの、オーディブルのコマーシャルが圧倒的に多いんですよね。僕の場合ね。 オーディブル前使ってて今使ってないからかしないけどね。オーディブルのコマーシャルが圧倒的に多いんだけど、ラジオさんの場合は、えっと、ケンタッキーの広告が多いらしくって。で <laughs>、それがパーソナライズド広告だよね。人に向けての広告と、えー、ターゲット絞った広告っていうことですね。えー、これがこう表示されないとコメント、ストーリー、チャット、通知ベル、その他いくつかの機能も提供されなくなるっていうことで。 えー、子供向けのコンテンツを制作するクリエイターに大きな影響があ,あるということですけれどもね。で、設定が済んでなかったら、チャンネル、または個々の動画で子供向けであるかどうかを設定してくれということで、えー、これによってご自身のコンテンツが YouTube でどのように扱,るか扱われるかが決まるよということですね。えー、コンテンツ一番よく理解しているのはクリエイター自身なの本人なんで、クリエイターご自身で設定を行ってくださいということですね。 えー、YouTube がクリエイターによる変更修正するのは不正行為やエラーが見つかった場合に限られるってことで、まあ、コンテンツう、どういうコンテンツかっていう判断は、えーと、クリエイターに委ねられているみたいなことは書いてありますね。で、まあ、どういう影響があるのかなーって考えるんですけれども、簡単に言うと、えっと、YouTube のおーコンテンツっていうか、YouTube 自体が大人向けになると。 いうことになりますよね。結局。でえ、大人向けのコンテンツって言ってもアダルトじゃないし、当然。で、え結局はだからあ、ビジネス、ビジネス的なコンテンツだったり、えー、まあ、自己啓発だったり、学べるようなコンテンツ、内容のコンテンツっていうのに、YouTube は 今後、重きを置いていくのかな重点的にそれを押していくのかなみたいな気がしています。これちょっとわかりませんけどね。なので、えー、まあ、我々、ローチューバーなんかには、えー、ある意味、追い風なのかもしれないし、それはちょっとわかりませんけれども、まあ、どっちにしても、あの、YouTube 動画って、あの、YouTube 内でどう扱われるかによって見られる、見られないが決まってくるんですよね。 だから、えっと、全く YouTube 内で、その、素動入りされてしまうっていうか、全く扱われない動画がある一方で、えー、扱われる動画もあると。で、うちのサブチャンネルのこの動画なんかでも、自分的にはね、この動画別にそんなに重要なことをお話ししてるわけじゃないのになっていう動画が、えっと、リコメンドされて、 え、YouTube のいろんなところに結構露出して、たくさん再生が行われているケースがあるし、うん、ということなんですよね。だから、全く YouTube が、まあこれ機械的にやってるんでしょうけど、どういう動画をね、えー、押してくるかっていうのは全くわからなくって、で逆に YouTube が押してくれないと、全く再生が伸びないっていう現実もあるわけですよね。そういう意味で今回、かなり大きな、えー、っと、YouTube 内での おーそういったアルゴリズムの変更が今日からね、行われてるんでね。今日から動画の見られ方が変わるってことだと思うんでね。なので、えー、僕なんかは大人向けっていうかね、のコンテンツを出してるんですけれども、それでも何か変化が、大きな変化があるかもしれないので。で、割と子供向けのコンテンツで勝負していたところなんかは、まあ、あの、広告が表示されないわけじゃないんで、パーソナライズド広告が表示されないだけなんで、 えー、そんなに大きな影響はないんだろうと思うんですけれどもねうんただ広告主からしたらなかなか、えー、広告戦略難しくなるかもしれないしそういった意味では大きな変化がね今日は起こる起こっている日っていうことになります。だから今日から明日にかけて、えー、再生するとかね 収益なんかがガグッとこう変わるね、チャンネルもあるんじゃないかと思いますし、それ自分のところもそうなるかもしれないっていうことをちょっと意識しながらね、YouTube やっていきたいと思いますけれどもね。 えー、だから結局、まず我々がやんなくちゃいけないのは、子供向けじゃないよ。今でもそうなんですよ。子供向けか子供向けじゃないかっていうのはアップロードするたびにね、ちゃんとチェック入れなくちゃいけないことになってるんです今でもね。で、ずっとやってるんですけど、過去のはやってないから、過去の全部見て、えー、もう一回チェックしなくちゃいけないっていうことですね。えー、まあ、めんどくさいとめんどくさいよね。僕は1000あるから、1動があるから、それ全部これから、 見るのは、えー、ラジオバさんにお願いしますけど、大変だなと思ってますけど、えー、それぐらい上げてる人もたくさんいるからね、うん、なかなか大変な作業になるのかなと思いますけど、えー、12月の頭にあった、えー、まあ、いじめ的なコンテンツを排除するっていうポリシー変更に続いてね、今回は子供向けの動画についての、えー、広告の掲載のポリシーが変更されるということで、どんどんポリシー変更されていきますね。 えー、まあ、その度にね、えー、ダメになっちゃう YouTube チャンネルがいっぱいあるわけでね。それから、良くないコンテンツのチャンネルなんかはもう今、どんどん削除されてるらしいしね。ということで、なんか、怖えな、と <laughs> 思いながらやっています。っていうことなので、皆さん、えー、っとちょっと過去の動画とかチェックしてね、子供向けじゃないよとかね、それをチェックしていく作業をやりましょうか。 ね、僕もね、それちょっとラジオ場さんにお願いしてやる、一回チェックしてみようと思っています。ということで、YouTube のポリシー変更のお話でした。